子供が保育園のお芋掘りでたくさんお芋を掘って持って帰ってきたので、さつまいも料理4品作っていくよ。一品目はさつまいもご飯。3合のお米に規定量のお水を入れ、30分置きます。白だし大さじ3を入れ、混ぜてさつまいもを丸ごと入れ、炊飯するよ。炊き上がったら、バター 30g 黒ごまを入れ、さつまいもを潰しながら混ぜるよ。これ実は X でバズってたレシピで、美味しそうだったので作ってみました。バターを置いて出来上がり。2品目は鶏肉とさつまいもピーマンのオイスターソース炒め。さつまいもを半月切りにして水につけるよ。ピーマンは一口大に、鶏もも肉も一口大に切るよ。さつまいもは水気を切ってラップをしてレンジ600W 3分、油を引いて鶏ももを炒めていくよ。色が変わったらレンジから取り出してさつまいもを入れ、柔らかくなったらピーマンを追加して炒め、オイスターソース大さじ1と1/2、すりおろしにんにく5センチ、酒大さじ1を入れ、炒め合わせて、ごまを振ったら完成だよ。3品目はさつまいも餅。さつまいもの皮をむき、小さめに切って、耐熱容器に入れ、ラップをしてレンジ600W 5分、取り出したら潰して、牛乳 300ml、 片栗粉大さじ3、塩を少し入れ混ぜていくよ。くっつくけど頑張って混ぜていくよ。混ぜたらピザ用チーズを包み丸めるよ。フライパンにバター 30g を溶かし焼いていくよ。焦げ目がついたらひっくり返し、両面焼き目がついたら蜂蜜をかけて完成。2品目はさつまいもポリポリ。さつまいもをスライスし細切りにするよ。不揃いだけど3本頑張りました。油で揚げていくよ。くっつかないように離しながら揚げて、ほんのり色づいたら出来上がり。